はいどうも、お初にお目にかかれます、地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、サイコブレイク2というわけでして、動画本数的に言うと、12本目ですね。はい、今回もですね、一生懸命頑張って、楽しくね、やらせていただきたいなと思います。で、難易度は一番軽い難易度、何でしたっけ、カジュアル、ごめんなさい、カジュアルでやらせていただいております。で、自分ですね、ゲームの腕前がね、めちゃくちゃド下手なので、奇跡的にもね、こちらの動画を ご視聴くださっている方の中で、非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もね、おられるかと思うのですが、そこはどうか、何とぞね、長い目でご容赦いただければ、幸いかなと思います。いずれにせよ、ドヘタドヘタなりに、一生懸命頑張ってね、でご視聴くださっている皆様に少しでも、楽しいな、面白いなって思っていただけるように、頑張ってね、やらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、あとサイコブレイク2、やらせていただくときは毎回、ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わりしなにですね、ご挨拶の方させていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。というわけでして、今回もね、頑張ってやらせていただきます。よろしくお願いいたします。では、サイコブレイク2、第12回ですね、はい、第12回、早速やっていきたいなと思います。ではまた後ほど、 See you soon、 バイバイ。リリーはまだあの野郎が。俺は出直しだ。マーカーとの通信が回復しました。やっと。つないで。セバスチャン。セバスチャン、聞こえる？キッド。無事なの？あのサイコ野郎には逃げられた。起動した安定化装置で動きが鈍くなったが逃げられた。リリーはあいつといる。一人ぼっちで怯えてるはずだ。危害を加えられる前に見つけないと。すぐそこにいる。俺にはわかる。私たちだって彼女を見つけたいのよ。だろうな。実験を失敗させたくないんだろう。時間と金が無駄になっちゃ悲劇だからな。私自身の気持ちよ。メビウスじゃない。リリーとは実験中ずっと一緒にいたわ。いい子だった。苦しんでほしくない。状況は悪いわ。でもあなたならできる。集中してあの子を救いましょう。一緒に。ああ、お前の言う通りだ。激励に感謝する。気にしないで。彼女の居場所を特定しないと。奴はステファノと名乗った。ステファノね。了解。調べてあなたのルームに情報を送る。分かった。俺はオニールにあのサイコ野郎の居場所を探せるか聞いてみる。いい考えね。助けが必要だったら言って。それからセバスチャン。なんだ。頑張って。ありがとう。早く奴を見つけないと。行ったそばからお出ましか。隠れるのは苦手らしい。俺をからかってるみたいだ。戦いがお望みならやってやろうじゃないか。どうやってあそこに行くか。
オニール、俺だ。安定化装置を起動できたみたいだね。コアは見つかった？残念だが、リリーはまだあの変態のところだ。だが、奴の居所には心当たりがある。ああ、僕にも見える。また信号を拾ったんだ。町の反対にある劇場から来てる。そうか。また脊髄を通るんだろ。誘導してくれ。わかった。安定化装置のおかげで通路がいくつか安定したみたいだ。 D5 出口が一番劇場に近いみたいだよ。何がいるかわからないから気をつけて。ここまで来たら何が来ても驚かないさ。
ニールの言ってた通路だな。リリー、ここにいると頭がおかしくなりそうだ。Thank you.
はい、というわけでして、今回もですね、気にも良さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、今回もですね、ごめんなさいね、基本的にビビリなんで、積極的にガーっていけないんですよね。なんか怖くて。ごめんなさい、本当に今回もね、ビビリ、もう本当にビビリ中のビビリプレイになってしまいました。ごめんなさい。もうちょっとね、男らしくね、勇気出して、おらーっていけばいいんですけど、ダマ数のこととかもね、あるんで、あんまり無鉄砲にね、それこそ無鉄砲にね、バン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 いっちゃうのも、後々きつくなるかなということで、結構今ね、探り探りやってるんですけど、もうちょっとね、近接がもうちょっとね、うまくいけばね、今、リーチがちょっと見えてなかったんで、ね、あれ、分回すときはもうちょっと接近しないといけないのかなとか、今ちょっとね、反省してるんですけど、また次回ね、次回以降、またそういうところね、ちょっとずつ直していければいいかなと思います。本当にごめんなさいね。本当ビビリなんでね、自分。すいません。めっちゃ怖いですよ、サイコブレイクってね。本当に。まあ、そこが結構楽しかったりするんですけどね。いやー、本当にごめんなさいね。ありがとうございました。というわけでして、そうですね、今回はこれで終了させていただきたいなと思います。また次回第、13回目ですかね、そうですね、第13回目を、がっつりね、やらせていただきたいなと思います。はい。で、ですね、このサイクブレイク2以外にね、シリーズ動画っていうことで、何タイトルかちょっと出させていただいておりまして、ウィッチャー3ワイルドハント、あとはファイナルファンタジー15。で、それと、からザ・シルバーケースとか、あと、狼、絶景版であるとか、あとは体験版なんですけど、人気声優の作り方とかね、いくつか、シリーズ動画出させていただいております。で、それ以外に、ニコ生の方でね、ブロードキャスト配信っていう形でもって、アサシンクリードオリジンズっていうゲームをやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信をやらせていただくにせよ、今回みたいに動画をね、出させていただくにせよ、必ず事前に、自分のやらせていただいております、ツイッター等でね、ご報告の方させていただいております。で、毎回動画説明欄にですね、自分がやらせていただいております、各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもってね、貼らせていただいております。お気の方がお向きになりましたらで構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、次はですね、今回冒頭でもね、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、本当にゲームの腕前めちゃくちゃド下手でね、大変恐縮ではあるんですが、今回ね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださっている方の中でね、もし自分みたいなのもいいなと思っていただけたらで構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等をぜひよろしくお願いいたします。本当にね、チャンネル登録であるとかね、動画の高評価等をしてくださると、本当にね、励みになりますし、まあ、誰得の動画ではあるんですけどね、励みにもなりますしね、で、あとモチベーションの維持にもつながっていきますし、何よりもね、奇跡的にもね、自分の動画をご視聴くださっている方にね、少しでも、楽しいな、面白いなって思っていただける、ような、そういう動画をね、出していきたいなっていう意欲にもね、つながっていくかと思うので、本当にね、もしよろしければ、大変恐縮ではあるんですが、チャンネル登録、あと動画の高評価等、ぜひ、ぜひ、ごめんなさい。動画の高評価等、ぜひご一行くださいので、よろしくお願いいたします。というわけでして、今回、視聴者数決まります。37
がお送りさせていただきました、サイコブレイク2、動画本数的に言うと12本目ですね。はい、これで終了させていただきたいと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回第13本目にてごめんなさいね、また皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこれで失礼させていただきます。本当にありがとうございました。ではバイバイ。